食品サンプル。食品サンプルは、飲食店の店頭あるいは店内に陳列される料理の模型。仮想性のある腐敗しない材料、ウや合成樹脂などを主原料として作られ、商品の細部を視覚的に説明するとともに、商品名や価格を同時に提示することによって、メニューの一部、または全部の役割を果たす。大正時代から、 昭和初期にかけての日本で考案された表現手法である。業界団体がなく共通の定義も存在しておらず、食品サンプルという故障は戦後になって業者の自称や多少でそう呼ばれるようになった。料理模型や食品模型とも呼ばれる場合もある。主に業務用として制作されていたが、2010年以降は、 一般向けにも販売され始めており、模型やアクセサリー等として広がり始めている。初期の食品サンプルは実物を観点で型取りして、ロウを流し込んで作成された。ロウはあらかじめ絵の具を溶かして色付けしたものが用いられ、製品補強を行うために脱脂面による裏打ちを行った後、表面によりリアルな彩色を施す。こうした一連の作業は、手作業で行われているため、 実際に飲食店で提供される特徴、皿、盛り付け、量などに近い個々の食品サンプルの製作が行われた。食品サンプルが高い集客能力を持ったイメージ換気のための装置として一般に広く認知されるようになると、それに伴って食品サンプル生産業者に対する受注が増加した。1970年代頃に入ると原材料は、 老成食品サンプルの持つ溶けやすい、壊れやすいといった欠点が改善された合成樹脂へと変化していき、生産の簡略化を目的とした合成樹脂用の金型などが開発され、これにより、より緻密でリアルな食品サンプルが製作されるようになった。食品サンプルはリアルであると同時に非現実性を兼ね備えている場合がある。いわゆる瞬間の表現であり、 代表的なものでは、土産物店などに見られる、まんじゅう類に切れ込みを入れて、中の食材を、明確したもの、麺類を提供する、飲食店において、麺を箸へフォークで持ち上げて、動的表現を加えたものなどがある。現在は、食品売り場や飲食店の販促ツールとしての役目、だけでなく、日本国外からの観光客への土産物、芸術品や玩具としての利用も広まっている。 キーホルダーや携帯電話のストラップにできる小型版も作られるようになった。東京で飲食店関連用品の販売店が多く、集まるカッパ橋道具街や東京空町、横浜市、さらに関西地方などでは食品サンプルを法日外国人を含む一般消費者に販売したり、製作を体験させてくれたりする店もある。海外ではフードサンプルの他にと呼ばれている。 2010年以降、ネットが普及して情報が集めやすくなったことで、神秘的、技巧的な側面から、食品サンプルを試行する層が現れた。ネット上の通信販売では製作キットの販売なども行われるようになっている。食品サンプルは、その製作技術の進歩に関して詳細な記録が残されていないため、発祥に関しては、 日本で初めて食品模型制作の事業化に成功させ、今日広く普及している食品サンプルの基礎を築た岩崎滝蔵を講師とするもの、食堂として初めて食品サンプルを視覚的効果を持たせたメニューとして陳列させた白木屋の飲食物見本を制作した須藤つとむをその始まりとするもの、京都の模型製造者の土田と白、西尾宗次郎が作ったとするもの、 などの説がある。彼らは記録上からは因果関係が認められておらず、同時多発的に発生した事象であると考えられている。1939年、昭和14年、第二次世界大戦が勃発すると、食品サンプルの原材料であったパラフィンは、軍事利用を目的として、統制品目となり、民間企業による入手が困難となった。模型製造業者は、 パラフィンの配給を受けるため、老生模型工芸組合などを結成し企業の存続を図ったが、1943年、昭和18年には、食品模型の陳列が全面禁止となり、都市部での生産は途絶した。業界最大手であった岩崎は、故郷の岐阜県郡上八幡へ戻ると、パラフィンを節約して模型を製造する研究に着手し、 従来のパラフィン使用量0.05%まで削減した模型の開発に成功した。これにより極端な物資不足の中で戦死者の葬儀翼物の模型を販売することで生き残った。戦争が終結すると岩崎は1948年昭和23年には大阪に戻り、1953年昭和28年には東京進出を果たすなど、その地位を 不動のものとしていった。1970年代に入ると合成樹脂による食品サンプルが製造されるようになった。これにより、同性の食品サンプルが抱えていた熱に弱く、色がありしやすい点や壊れやすくて運搬しにくい点などが改善で品質面において大きな躍進を遂げた。飲食店で提供される料理は同じ料理であっても店によって形状や色、 盛り付けが異なるため、食品サンプルは基本的に手作業による製作となる。発注元飲食店の料理の写真や聞き取った仕様に基づいてオーダーメイドで製作される。製作は型取りによる手法が代表的であるが、食材や料理によって様々な技術が存在する。これら一つ一つの技術がいつ誰によって生み出されたかに関する資料は残されておらず、分かっていない。 判明しているものとしては、岩崎が1932年、昭和7年に確立した紙や面を用いて、裏打ちを行い模型を補強させる手法や、1945年、昭和20年に生み出した軽層土にパラフィンを吹き付ける手法、藤田末広によって1964年、昭和39年に特許が取得された、新しい米の製法、 竹内茂春が編み出した中に浮くスパゲティとフォークなどがある。特に藤田が河原の小石をヒントに考案した米の作り方は画期的で当時型取りに手間がかかっていたご飯物の製作時間の大幅削減につながった。この手法は原材料が合成樹脂となった現在でも用いられており、あらかじめ準備された樹脂製の米粒にボンドを加えて混ぜ合わせ、 適量を皿に盛り付けることで簡易に表現することが可能となっている。また、果物や野菜などの生鮮食材を用いるメニューや、副食として添えるような小物食品の場合、多種多様にカッティングされた既製品を組み合わせることで作られることも多く、フェイクスイーツなどとして認知されている。デコレーションアートはもっぱらこの手法が取り入れられている。 食品サンプル製造業者の中には、培ったノウハウを活用し、教材や博物館展示用のレプリカ、演劇で使用する特殊小道具の製作に携わっているものもある。模型というカテゴリーにおいて、食品サンプルとその他の模型ではその意義に大きな違いが見られる。食品サンプルは、拡大や縮小の必要性がなく、当倍であることが求められる。また、 生物や人体あるいは化石の模型は対象に忠実であることを目指し、本物に限りなく近づけることが求められるのに対して、食品サンプルは提供される、料理の概要や組み合わせ、個々のサイズといった情報が求められるため、厳密には似ているだけでよく、同一のものを目指す必要がない。そのため、時には食欲を増進させるためのデフォルメや、その店の料理の特徴を強調した表現なども、 用いられる。また、精密模型に比べて再現度を重要視しない背景には、食品サンプル市場に出来上がっている、相場は実物の10倍というコストの問題もある。日本の飲食店において、食品サンプルを陳列する店、しない店が存在するが、通年してメニューの変動が少ない大衆的な店やチェーン店などに食品サンプルがある場合が多く、 逆に高級店舗などは、その日の仕入れや客によって、メニューを変えるため、サンプルとして掲示しにくいことから置かない場合が多い。また、パン屋や屋台など、実物を掲示している店や目前で調理を行う、店などでは、食品サンプルの必要性が薄いため、オブジェとしての用途などを除き、ない場合が多い。近年は、写真技術の発展に伴い、 食品サンプルを設置せずに、視覚効果の役割を写真で代用している店も増加している。1958年、昭和33年、食品サンプル製造会社岩崎は、アメリカ合衆国に3000個のステーキの食品サンプルを輸出した。しかし、輸入した企業はビールメーカーであり、飲食物見本としてでなくビールの反則グッズとして、食品サンプルを用いた。 用途は異なるが、戦後食品サンプルが大量輸出された初めてのケースではないかと考えられている。食品サンプルを日本国外へ普及させるという試みは、多くのメーカーが取り組んできた事実であるが、アジア圏では見ることができるものの、それ以外では実績が上がっているとは言い難いのがうつつである。この原因について日本人として、 初めてミシュランの一つ星を獲得したフランス料理人中村克弘は日本人が食品サンプルを見て料理を選ぶ場合レシピに忠実な料理が出てくることを期待しており一種の安心感を基準に物事を決める日本の食文化の現れではないかと分析している大韓民国は日本以外で初めて食品サンプルが一般に定着した国である 最初のケーキはソウルオリンピックが開催された1988年昭和63年であった。日本企業と提携したファミリーレストランや欧米諸国から進出したビアホールなどが作られるようになり、ソウルに新しい飲食形態が次々と誕生した。ハングルでのメニューが読めない外国人観光客向けに食品サンプルの三次元的な説明能力が着目され、 ソウルをはじめとして競技開催予定の各都市で食品サンプルの設置が奨励された。オリンピックによる外食産業経済の活性化とともに食品サンプルは飲食模型という名で定着を見せ飲食店の集客アイテムとして欠かせない存在へと成長しつつある。中華人民共和国の上海における食品サンプルは大阪のシャロンインターナショナルが 現地企業と合弁して作った上海国際機場品館が1987年、昭和62年10月に公共空港に開いたレストラン、ヤロンで陳列されたのが最初である。最初は食品サンプルを日本から輸入していたが、1966年、昭和41年には現地に模型製作会社最強が誕生し、徐々に広がりを見せている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。